ここは大手ピザチェーンドミノピザ。小麦粉の値上がりが食卓を直撃する中、超お得なキャンペーンが話題になっています。それが L サイズのピザを買うと M サイズピザ2枚が無料になるというキャンペーンでございます。なんと L サイズピザまたはニューヨーカーピザを1枚購入すると対象の M サイズが2枚無料でついてくるんです。選ぶピザの種類によっては最大で5040円もお得になるということです。見てください、この量、そしてサイズ感、もう食べる前からテンションが上がってしまいます。例えば今回3800円のピザクワトロニューヨーカーを購入、そして2120円のピザと1990円のピザはタダでゲットすることができました。半額以下のお得ぶりで、そんなことしちゃって本当に大丈夫ですかと思わず買う方が心配してしまうほどです。たっぷり濃厚なチーズとスパイシーさがもうたまらなく美味しいです。しかしなぜこんな大盤振る舞いのキャンペーンを始めたのでしょうか。ドミノピザでは常時35種類以上のピザメニューを用意しており、そこで今回のキャンペーンを通してピザのバラエティの豊かさを味わっていただければと考えておりまして、つまりはリピーターを獲得するための先行投資。このキャンペーン、実は今回が3回目ですが、前回はあまりの反響ぶりに一部店舗で休止を余儀なくされたこともあり、リベンジをかけた再挑戦なのだそうです。今週末にハロウィンがありますので、今回のキャンペーンを通してハロウィン向けのピザと組み合わせていただいたりなどして、おうちハロウィンなどでお楽しみいただければと思います。キャンペーンは今月30日まで。ちなみに3枚のピザの組み合わせは2340通りもあるとのことです。